下諏訪駅は長野県諏訪郡下諏訪町広瀬町にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。諏訪湖の北に位置する当駅は諏訪大社下社、下諏訪温泉といった観光地の拠点である。標高は767.5メートルで諏訪湖を取り巻く上諏訪駅、下諏訪駅、岡谷駅の中では最も高い位置にある。駅前には2本のお柱が立ち、 諏訪大社志望者の最寄り駅にふさわしい構えである。このお柱は、1998年の長野オリンピック開会式の際、長野オリンピックスタジアムの選手入場口に建てられたものである。2020年3月14日、現在、特急、あずさが、京急本停車する、報道1、報道2、新聞1、駅舎に接して、短式ホーム一面一線。 その奥に島式ホーム1面2線と合わせて2面3線を持つ地上駅である。2つのホームは駅の岡谷駅方に1本ある湖泉橋によって連絡されている。湖泉橋にはエレベーターが設置され、車椅子などでの利用も可能であり、好転の日には遠く、富士山を望むことができる。1、2番線は12両編成の特急列車に対応したホームを持つ。 また一番線脇には男女兼用のトイレ及び多目的トイレがある。上、諏訪駅寄りには締め縄が飾ってある。島式ホームには待合所が独立して設けられている。改札口は駅舎にある一箇所のみであるが、諏訪市で諏訪湖最古城花火大会や全国新作花火競技大会が行われる時には、臨時的に一番線岡屋方に下り専用の改札を設け、 客の分散を図るほか、臨時特急が停車することもある。駅舎は、和風の鉄筋コンクリート1階建てで1998年3月に、外装を施したものである。2019年12月には、駅舎の外観、駅舎内のコンコースや、待合室などのリニューアルに着手、報道4、新聞2時、翌年3月27日に工事を終えた、新聞2、 リニューアルにあたっては、旧中山道の宿場町の町並みをイメージした黒い木見町の資材を中心に使用された新聞に、1階部分が駅本屋としての機能を有しておりその内部には、独立した待合所やコンコースのほか出札口、自動券売機、指定席券売機、自動改札機3通路、改札外待合所から利用できるキオスクなどがある。 駅舎1階にはこのほか下諏訪町の観光案内所や下諏訪町で行われる祭りに関する物品と鉄道部品を展示した駅、祭り資料館も設けられており、駅舎2階には JR バス関東諏訪支店が入居している。島式ホームの植え込みの陰には小林一佐の区費が2つ並んで建てられている。一方はわかりやすい文字で記された福費である。もう一方は 小林一佐が中仙道の下諏訪塾を訪れた時に、三佐山祭りを見て読んだ俳句、開始名のおつちの知らぬさともなしが、下諏訪町の特産である、六方石に刻印された句碑である。接近放送、発射放送は、菅の D 型放送を使用している。発射メロディーは、菅の製作所制で、曲名はなく、整理番号でいう、長野一番が使用されている。 2019年9月頃に駅放送が変更され、発車メロディーもベルに変更されたが、11月頃に戻された。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は2006人で、ある利用客数1。近年の推移は以下の通りである。駅前は大きな広場である。大きな駐車場と JR バス、諏訪支店の車庫がある。駅は、 下諏訪の中心部に位置し、下諏訪の主要な観光スポットはいずれも徒保県内にある。下諏訪温泉は駅の北東500メートルを中心に駅の四方に共同浴場がある。諏訪神社下社は秋宮が北東約300メートル、東宮が北方約700メートルのところにあり、諏訪湖も南方約700メートルのところにある。また、下諏訪町役場が 駅の南200メートルほどのところにある。駅構内バス乗り場には、あざみ号とスワンバスが発着する。中央高速バススは、岡谷線、バスタ新宿行、京都駅、大阪梅田行高速バスは、駅から徒歩5分の国道20号線沿い、下諏訪バス停から、岡谷駅、上、諏訪駅方面の路線バスは、同じ場所にある、下諏訪大社通り4つ角バス停から出発する。 東日本旅客鉄道中央本線快速、普通上諏訪駅下諏訪駅岡谷駅、報道発表資料、編集新聞記事、編集。ありがとうございます。